ネフ氷河とは、南アメリカ大陸西端部を南北に走る、アンデス山脈の南端部に存在する氷河の一つである。2006年3月に撮影された、ネフ氷河とネフ湖。ネフ氷河は、おおよそ何47度03分、西形73度16分付近に位置しており、この場所は、チリのアイセンデル・ヘネラル・カルロス・イバニエス・デル・カンポ州に属している。 いわゆるパタゴニアに存在する氷河の一つである。なお、この氷河とその周辺地域は、同国によってサンラファエル湖国立公園に指定されている。同園内にはいくつも氷河が存在することで知られている。付近の主な河川。地図の中央よりやや南にアールネフと書かれているのが、ネフ川。ちなみに、エルベルトランと書かれている湖から流れ出しているのが、 ベーカー川であり、R チャーコブーコと書かれているのがチャカブコ川である。ネフ氷河は北パタゴニア氷原から流れ出す氷河の一つである。この氷原から南東の方向へと流れ出している。この氷河の下からは氷河内に含まれていた微粒子を含むために灰色みを帯びた青色に見える水が流れ出している。この氷河の誘拐水はネフ川の水源となっている。ネフ川は 大体東の方向へと流れる河川であり、ベーカー側に合流して終わる。つまり、ネフ川は、ベーカー側の支流の一つである。合流先のベーカー側も、しばらくは、大体東の方向へと流れるものの、ベーカー側の別な支流であるチャカブコ川が、合流してくるあたりから、ベーカー側は、おおむね南西の方向へと流れるようになり、最終的に、太平洋へと注ぎ込んでいる。 このように、ネフ氷河は太平洋とは逆の方向へと流れ出していながら、その誘拐水は最終的に太平洋へと流れ込むのである。2001年12月に撮影された北、パタゴニア表現付近の衛星写真。写真中央の下部にネフと書かれているのが、ネフ氷河である。近年の地球温暖化の影響を受けて、北パタゴニア氷原周辺の氷河は、 1860年代から1870年代頃に交代が始まったと見られており、その後も概ね交代を続ける傾向にある。そしてそれは、ネフ氷河の場合も、例外ではない。2006年現在ネフ湖と呼ばれている湖は、ネフ氷河が交代した結果として出現した湖で、あって、1930年代までは存在していなかった。さらに、 1945年から2000年にかけて、ネフ氷河の先端は約3360メートル後退したのだが、この期間のうち1994年以降のたった6年で、この55年間で後退した長さの3分の2を超える約2570メートルが消滅した。以上のように急速に縮小を続けているのであくまで参考値に過ぎないものの、2001年時点において、 ネフ表側、約1 4キロメートルの長さがあって、164平方キロメートルの範囲を氷で覆っていた。また、2001年時点でのネフ側の源流は、南緯47度10分、成形73度9分付近であった。AB グローバルウォーミングフォザ、BBC& ディスカバリーハット ABCD バネッサ、ウィンチェスター、ステファン・ハリスン、チャールズ・ R ・ウォーレン。 ディーセントリトリートクラスやーネフ、チリアンパタゴニア、デイティットバイライケナマトリアンドデンドロークロノラジードイ、10.2307、1552,233。ありがとうございます。